おや今日のひろきさん今日もこれから動画撮ろうとしてるところですねとこれからなんかいっぱい喋るんですねと大いのあなた正解でございます正解です正解でしたはいこんにちはひろきです えー、今日もですね、あの張り切ってあの元気よく動画撮っていきたいなということを思いまして、えー、こうして動画を撮ってます。でですねあの、今日はですね、何についてお伝えさせていただくかと言いますとですね、えー、ファンがアンチに変わった日ということで、あのー、っていう時があるよっていうことをね、お伝えしたくて、まあ、フ,ァンファンが、 えーとあごめんなさいアンチがですねアンチがファンに変わったっていうことうーっていう時があるっていうことをねお伝えしたくてはい、えー、そんなお話をさせていただきたいなということも思いますはいえっ、ー、とですねアンチアンチって言いますよねなんかこう言ってくる人 ねあのー、すごいやかましいことっていうかね、あのー、すごい言ってくる人っていうのがいますよね、えー、あなたの周りでもなんかいないですかこう、あのー、そんなのなんかちょっと、ね、やろうとした時にそんなのやっても無駄だよとかね、えー、とあんたそんなの長続きするわけないでしょうみたいなね、あのー、そんな夢とかみたいなことを語っててもしょうがないのよみたいな感じのね、まあ、よくそれが、あのー、関係が近い人であればあるほどね、まあ、そういうような感じのことを言ってくるうっていうことがあると アンチの,あの考え方アンチは、まあ、基本的にはアンチっていうのはねあの、まあ、よくねあのすごい近しい人、まあ、その関係が近い人に「あんた何十年かかるの?」ってそれ60歳までかかるんじゃないのみたいな感じのことをね,ね言ってくる、まあ、そのなんか夢とか目標とかをねあのこう口にした時にね「ねあんたそれな何本それ時間かかるの?」みたいな感じのことってあの家族ともね えー、お母さんとかお父さんとかに言われたりとかお姉さんとかまあ僕の場合お,お姉ちゃんとかっているんですけどに言われたりとかするじゃないですか。ということでですね、まあ、それあの実はこれあのその人のことを応援してくれてる人だったりもするわけですね。で 何が言いたいかっていうことなんですけど、まあ、そのアンチの人ってね、その構ってくれるだけありがたいわけですね、本当に。あの、僕、ビジネスやっててですね、集客っていうのにすごい困るわけですね、集客。ね、あの、本当に誰からも相手されないわけですね。例えばあなたもね、あのその辺でポケットティッシュとかちょっと配ってみていただけたらな、ということもわけですね、まあ。チラシとかポケットティッシュとかね、配ってる人とかっているじゃないですか、駅とかで。ね、あの、とかね。 その辺のポストとかにねピザハットの広告とか、まあ、いろんなの入ってるじゃないですか。ねあのー、なんだろうな、まあ、ち,ょちょっとこうねポストとかちょっと1日か2日置いただけでもなんかまた、ねあのー、そのピザハットの広告とか何かいろんな宣伝のね、えー、と広告ってたくさんこうポストの中に入ってますよね。 でまあそれってのはでもほとんど捨てませんかあなたもねあのー、なんていうのこうね見た時にね、まあ、ほとんど忘れられてしまう、ね、あのー、CM とかであのー、なんていうのまあなんかなんかいろんなねあのー、宣伝ってやってるじゃないですか例えば「ブルーレット置くだけ」とかってね、まあ、CM とかいろ、まあ、んなありとあらゆる CM ってあると思うんですけど。 ね、ほとんどねなんかその CM 誰がやってたかとかってあほとんど覚えてないじゃないですかっていう中でですよっていう中でわざわざこう自分にこうね何て言うのそんなあのひろきさんそんなことやってもダメですよみたいなねあの、えー、例えばですけど僕の場合だったらなんか昨日とか書いてくれてた人がですねあのグッチの財布ボロボロですよみたいな感じのねあのこととかちょっとひろきさんここの何て言うの前髪前髪のねここがちょっといっちゃってるんじゃないですかみたいなねここの前髪 おでこ広すぎですよみたいなこと言ってきたりとかね、まあ、実際どうですかちょっと、まあ、このね動画ちょっとアンチの方も見てるかもしれないのでちょっとあのー、ちょっとこれおでこ広すぎですかね僕ちょっとねあの鏡で見たんですけどまあこれそこそこまでではないなって僕あの家計的に別にそんなにハゲてるねあのおじいちゃんとかが、まあ、そんなにいるわけではないのでまあそこに関しては大丈夫かなっていうことは思ってるわけですけど。 あおじいちゃんまあどうですかねまあ父方の方のおじいちゃんが髪あったかなってまあ母方の方のねあのおじいちゃんは少なくとも髪がまあふさふさまでは言わなかったけどもいかなかったけどもまあそれなりにあの髪は生えてたかなっていうことを思うわけですね、えー、だからですねまあそこに関しては大丈夫だよっていうところまでねあのちょっとそこも突っ込んでくるかみたいな感じのね、えー、ところまであのおでこ広すぎませんかって大丈夫ですか年が年なのでもうしょうがないですよねみたいな感じのことと 書いてくるアンチの方ってのがいるわけですけど、今日はですね。なんかあのー、結構応援してくれるメッセージに変わったわけですね、えー、なんか海外旅行いいじゃないですか？それです。よって。 あのね、なかなか普通の人はお金と時間がなくていけないですからねとね動画楽しみにしてますよ、まあ、またあの口だけとかやめてくださいね、えー、焼肉みたいなね今から食べますあ食べたいと思いますみたいな動画でいいんであげてくださいみたいなねなんかこうちょっとねあのファンの人みたいな感じのメッセージになってたわけですね、まあ、僕のねあのモットーとしてはこう成功哲学的な自己啓発的な話をですね、まあ、いつもこうお届けしたいので別に、ね、焼肉食べてるところ 僕としては、ね、別に映して、えー、いたいっていうわけではなくてこう学んだこと僕結構ねあのその本を読んだりするのが好きなので、まあ、その学んだこととかをね、まあ、こうシェアしたいなということでやってるわけですねえだからまあそんな何て言うのあのー、こう喋るだけみたいな、まあ、口だけの動画になってる、まあ、基本的には口だけの動画になってるのがねあのそれがちょっとファンの人からしてみたらあフ,ァンファンっていうかね、まあ、このアンチの人からしてみたらですね、まあ、口だけじゃないですかと <laughs> ねあのひろきさん何なんですかみたいな感じでね 思われてててしまっっ、ねあのー、とかっていう感じで,すで、あのねあの、これちょっとまたあの伝えたい話がありましてあの、僕のビジネスパートナーいるわけですね。まあ、僕のビジネスパートナーでユ YouTube だけで稼いでる人ってまあゲーム配信してるね、えーと、あんまりちょっと言っちゃうとあれなんですけど、まあ、っていう人がいるんですね。まあ、YouTuber の人。その人もですね、僕と2013年くらいにこういうビジネスで組ま,組ませていただいててですね、その頃一緒にこうニコ生とかやってたりとか、まあ、一緒に YouTube とかも、まあそうですね、YouTube の 動画も一一緒緒ににややっっっててててたたりとかねね、まあ、して、まあ、ビジネスを一緒にやってた仲間っていうのがいるわけです、ね、ですその人がですね、あのまあ、その人が、まあ、僕ちょっと解散したんですよ。そしたらね、その人がもう僕のアンチになっちゃって、であのビジネスパートナーがアンチになっちゃって、まあ、ずっと僕無視したんですよ。そ、まあ、したらね、あのヒロキはなんとかでなんとかでとかって、もうずっとね、こう書かれるわけですよね。まあその、なんていうの、なんかこう、なんていうの、こう。 まあ本当にイチャマンをつけてくるかのようなねまあ本当にヒロキはいつまでも稼げないからなみたいな感じのねずっと書かれてるわけですねまず2013年まあそうですねまあ今まあでもね今ねすごい仲いいというか今一緒にこうビジネスやってる人なんですよまたこうその人とね仲直りしたというかまあみたいな感じでまあ一緒にその人とまたねビジネスを一緒にやってる今 YouTube でねまあその人と一緒に YouTube の方で一緒にビジネスとしてやらせていただいてるっていうか その方もほとんどね、まあ、ずっとアンチみたいな感じだったんですよね。まあ、僕がなんかやるたびになんか下の方にコメント書いてきてねまあなんかなんて言うのもうそこまでやってくるかみたいな感じのねあの本当に何て言うのかな。<laughs> えちょっかいといいますか嫌がらせというかね、いたずらというか、なんかそういう感じのこと言われるわけですよ。で、あの、まあそれもね、でもね、愛情というかね、まあその愛の,愛の反対は無関心、愛の反対は無関心という言葉がまあ聖書にもありましてですね、まあ本当にそうだと僕も思,い思ってるわけですね、今では。 まあそうですね。まあ、ビジネスあとごめんなさいあのアンチうっとうっと愛の反対は無関心ということで,ですねまあ本当に何て言うかまあそういうこと言ってくれる人の方が本当にありがたいなということを思いまして。うんあのなのなで。 あそうですね、アンチの人ってのはね、本当にね、あのいいということを思いますので、なんかこう言ってくれる人って言いますよね、なんかこう、うるせえなって思うようなこととかって、ね、特に親とかなんか言ってくるじゃないですか、なんかあんた、なんていうの、ちょっと、ちょっとなんかその、なんていうの、あべこべというか、その、えー、となんていうんですか、甘の着のようなね、感じの、ちょっと応援したいんだけども、こう応援をねこう、裏返しになって応援してくれてるみたいな、あんたそのままだったら、な地獄に落ちちゃうよ、みたいなね、あ、地,地獄 <laughs> 落ちちゃうよはちょっとあんまり言わないですね言わないですねそんな言葉は何ですかねあのーえー、あんたそのままだったら何々になっちゃうよみたいな,なんか肺がんになっちゃうよとかねあのー、なんだろうな,なんかあの肥満でねまあすごいデブッチョになっちゃうよとかっていうことだったりとか何かそんな言い回しをして親とかね、あのー、ちょっと皮肉なような感じで言ってくることってあるじゃないですかちょっとその愛情の裏返しとしてねまあなんかえっ、ー、とそれがこう何て言うのかな あの言われたくないようなこととかねあの言ってくるく うーとかってね、まあ、その関係が近い人になればなるほどね行、まあ、ってくる人っているじゃないですかそれは本当に愛情だと思うんですよ僕うなので本当にアンチが出た時例えばあなたがねなんかこう挑戦しようとしてちょっかいをかけてくる人とかいた時にはですねそれはもう本当に嬉しいことだと思っていただけたらなと思いましてなんか「ひろきさんなんかそんなに頑張ってて面白いっすね」みたいなねあの感じで、えー、ちょっとなんか何て言うかなんかうー ちょっかいをかけてくるみたいな、えー、ことを言ってくれる人はねそれはねあなたのこと好きな人ですから、うん、そういうことを思っていただけたらなということを思いましてよくねあの女の子とかね例えばあなたが男の人だとしたらねあのすごい好きな女の子になんかちょっかいをかけたりとかってしませんあのなんかまあ別にあなたじゃなかったとしてもねあのすごいこう男の人がね、えー、とすごい構いたい人っていうかそのちょっかい をまあかけてるシーンとかってよくあるじゃないですか。なんか中学校の頃とか高校の頃とかね。あの、本当にあの普通にこうね。あなたのこと、好きだからっていうことをね。言えばいいものをですね。 えーとそれがちょっとなんていうのそのそのなんていうのそのこうねあのちょっとその愛情の裏返しというかこれそれがねあの素直に言えないもんですからまあそれがねえーとちょっと何や,何や言って何やいやねみたいなこうねこと言われるじゃないですかなんかえーなんだろうななんかすごいちょっかいかけるような。 うーんとなんだろうな、ブサイクみたいな感じのね、まあ可愛い子に限って、なんかそうやって茶化されるみたいな感じでね、まあなんかいじられるみたいな感じでやるっていうのは、その人のことを好きだからやるっていう感じですよね。だからですね、まあアンチっていうのはすごい気にしなくていいかなってう、もう本当にその人のことはね、あの、ちょっと気になってしょうがないということになってる、まあ存在なわけですから、まあある意味こう応援してくれてるっていうことでですね。はい。まあビジネスやってたらですね、本当に それなんですよねあの本当に何て言うのポケットジーシュとか配っても無視される無視されるってのか一番、えー、の何て言うの愛の反対もう本当に、えー、全く愛がない状態ですので本当にねなんかあのなんか言ってくれる人っていうのはありがたい存在だということを思っていただけたらなということを思いまして、はいえー、まあそうですねまあその話についてはそのくらいにさせていただいてですねまあ、今日はですねまああとは何ですかねあの えーとちょっと昨日言い忘れてたことでですね、えー、メンターをつけた方がいい理由についてもちょっと語っておきたいなということ思いまして、あのー、成功することができると、あのー、まあそうですね、できる、できるまあ、多くの人がですね、ほとんど自分自身の中に成功体験、ビジネスでの成功体験っていうのがないからね、あのほとんどの人が成功することができないと僕は思ってるわけですね。あのー、なんていうの自分が 本当にできるかって信じきれてないから、例えばトンネルでね。まあ、ずっとトンネルをこう歩いて行った時にですね。 えーとそのトンネルを歩き続けたらちゃんと光が見えてくるのかっていうところまで見えてたらですねまあ分かってたらこう自分がね、まあ、ずっと長いトンネルだとしてもですねずっと歩き続けることができるとかねあのずっと走り続けることができてトンネルをねこうく,ぐりくぐり抜けることができると思うんですね、えー、ただ自分の中にこうその、えー、と成功体験がないとですね、まあ、成功することができるっていうことを信じきれてないとですね、えー、それが本当にあのずっと走り続けてのもね、まあ、ずっとこう やってててもあの、ね、それれがこう報われてくるのかっていうことまでが信じきれてないから途中でやめてしまう途中であの足取りを止めてしまうと思うんですねで,でメンターをつけた方がいい理由としての一つ目としてですね、まあ、成功するっていうことを信じ信じられるからねああこの人そっかこの人信じあの、ね、成功してるんだっていうことをねえー、とまあ見ることができるわけでああ本当にそこでなんていうなんか本とかは一番ダメだということを言われてましてですね本だと本当にそこに その人がいるかわかんないし、う、えー、んと何て言うの臨場感があんまりないですよね。これ、本当にその人が書いた本かもわからない。まあ、実際本っていうのは95%以上はですね。ゴーストライターが書いてるっていう話で、えー、実際その人が書いてるわけでもないということでですね。まあ、なんか結構すごい。 ええと、なんていうの、視覚的にも、えー、なんていうの、こうちょえー、触覚、えーね、触れることもできないですよね。まあ、その本人に、成功している本人に触れることもできなければ、匂いを嗅ぐこともできな,れなければ、見ることもできないしね。あの あとは何だその人の直接声を聞くこともできなかったりしてですね、まあほとんど,ほとんどこう、うん、本当に、なんていうの、信じきることができない、信じられない、あのその人が本当に存在するのかということもわからないですので、だから本を読んでもね、あんまり意味がないということは言われてるわけで、まあ、あ言われてるわけですね、ただ知識をつけるっていう意味では、すごいいいかなということを思うわけですけど、だからどうすればいいかっていうとですね、<laughs> えーと、まずその電話とかですね、電話とか対談、 一番いいのは会う,会うのが一番いいということでメンターと会ったらですね本当にこういう人がいるんだとこういう体験をしてきて、ね、本当にこういう人がいるんだって、まあ、こういう、ねえー、成功を勝ち取ってる人が本当にいるんだということを目の前で見ることでですね とかねまあ、よく僕とかしゃあの触ったりとかねあのその人とこうなんかなんてよ、あのー、普通の人がしないような質問とかもその人に、ね、あの投げかけてみたりとかするわけですね。えー、という感じで、あのー、成功する、まあ、本当にその人が成功してるから、まあ、自分でもできるんだっていう感じでですね思うことができる、えー。ということでメンターをつけた方がいい理由の一つとしては、まあ、そういうあの、ね、メンターが直接こう話すことができることであこんな,こんな、ね、生き方をしてる人もいるんだっていう。ね自分 自分もそういう道に十分もそういうところまで行くことができるっていうことを信じきることができるわけですねだからもしあの自分がですねコンサルをする側になった時にはですねまあその生徒の方に、えー、生で会ってあげることでですねまあその希望を与えることができる、ね、自分みたいにこうあの成功することができてる人がいるんだよっていうことをねあの思わせることができるので ね、思ってもらうことができるので、すごい。そこには価値を感じてもらえる。あの、そこに価値を感じてもらって、ね、本とかではこうね、あの、本当に成功できてるかってわからないですので、まあ、そういうところにも価値、あの、自分がこう教える側になった時にはですね、まあ、そういうところにも価値あるということですよね。で、あとはですね、まあ、そのメンターをつけた方が理由、はい、あの、メンターをつけた方がいい理由としてはですね。えっ、ー、と、ピンポイントで足りないところを指摘してもらえるわけですね。あの、例えば、ここのこういうところがあなたの悪いところで。 よってあのここを直す要するにあのその達成してる人、まあ、理想を叶えてる人、ねまあ、そのメンターの方と、ねまあ、そのじ今の自分がまだ成功してなかったとしたらですねえ何か違いがあるわけですね理想のねその叶えてるあの夢とか願望をね、まあ、自分がね叶えたいものを、ね、もう既に叶えてる人と、まあ、自分との差が何かあるわけじゃないですかでそれが何かっていうこと、まあね、あのそれをこうあの指摘してくれる、まあ、だからそこを直すことによって えーとそのね修正されていくとそのメンターとの差がなくなってきたらねまあ完全にそのやってること全く同じになった時にはですね全く同じ結果が出るわけですから例えば喋れないとかね例えばですけどあの何かこうあの動画を撮ってなかったりとかサイトを作ってなかったりとかしゃべ,しゃべってたとしてもそのしゃべる質が違うとか喋る例えば自信あのその喋り方が違うとかね同じこと言ってたとしてもその何て言うかな雰囲,気と雰囲気が違うとかっていう感じで何かそのし 差があるわけですねその喋るスピードが違うとかね、えー、とどんなことまあその対人を対人関係でね話す時にこんなことを喋ってるよとかっていうことだったりとか えーとそんな感じのことをね、あのーまあ、必ず違いがあるわけですね。その違いを埋めに行けばですね、えー、と必ずその達成する、成功することができるということに、まあ、できますので、まあ、その足りない部分をですね、指摘してもらえるっていうところがすごいありがたいこと、そのメンターがいるところの時のいいところですよね。で、3つ目としては、3つ目としては、 えそうですねまあそういう客観的に物事を見てもらいやすくてまあその指摘してもらえるっていうのが2つ目だと思うんですけどで3つ目としてはですね人からこう命令してもらった方があの人間っていうのは動きやすいわけですねできやすい行動しやすいわけですねまあ自分でこう自分を管理する、ね、自己管理をするっていうのはすごい大変なことなんですけどもね誰かと共同的に何かやるっていうことをした時とかねあのそれとか誰かに何か言われた言われてやった時の方がですね、まあ、自己管理あの自己 管理だけではなくて、あの他の人の目が入る他の人の管理が入ってくると方がですねサボってた時に何か言われるんじゃないかっていうことでの,あのそういうねえっ、ー、と自分自身への 追い込み追い込むことができるということで、まああの、お尻叩いてもらってた方がですね、動きやすい、自分自身があの行動し,てしやすくなるということなんですね。なので、まあ、人から命令、まあ、そのメンターからも命令してもらうことによってですね、まあ、自分もやらないとっていうことを思って、まあ、そのモチベーションが全然違うっていう感じにもなることができる。まあ、それは人によって違う。まあ、もちろん で自分自身でやった方があのその行動がしやすいっていう人も中にはいると思うんですけど、まあ、一般的には100人いたら、まあそうですね、ほとんどの人が95人以上の人はあの他の人から何か命令されてた方がですね、えー、何かやりやすいということを言われてるわけですね。なので,あのそうです、ねまあ、会社員の人が多いというか会社員の方が働きやすい、まあ、会社員で結果出す方が早いわけですね。 あなたも学校とかにね何で行けてたかって言ったらねあのこれ昨日も言わせていただいた話なんですけど、まあ、学校には先生がいてね生徒がいて、まあ、先生が宿題を出してきたりとか、ねあのー、ちゃんと来なかったらなんで昨日来なかったのみたいな感じのこと言われますよね、えー、っていう感じでなんか思われる、ね、なんかしなかったら自分って変,にふ変なふうに思われるんじゃないかっていうようなねあのことを課せられるから、まあ、ちゃんと行くことができるようになるっていうことな ですねえー、そうですね宿題とかもあったりとか友達とかにも「何々なんで来なかったの?」みたいな感じのこと言われたりしてですね えーとそうですねまあそういう感じでんとまあ管理されてる方があの結果を出しやすいですのでまあメンターがいた方がいい理由としてはですねそんな感じですねまあもう一回復習させていただきますとあの成功することがメンターの人を見ることによってあの信じる切ることができる信じることができる、えー、信じることができるからそこまで行こうってあのトンネルをねあの抜けると光が見えてくるっていうことを信じられるから歩いていけるみたいな感じですよね、えー、信じ切ることができるっていうのが一つ目ですね二つ目と とししてては足りないいとととこころろを指摘してくれるう,というところですね自分に何が足りないかっていうところをこう指摘してくれるから、まあ、そこを直せばいいっていうことで3つ目としては人から命令してもらえるので、えーとまあ、何かねこうや,やりなさいって言われるから行動しやすいっていうことになります。<coughs> でですね、あのー、二つ目のこの足りないところを指摘してもらえるっていうのは本当にね、価値が高いなということを思うわけですけど、これ、なんかある意味、うるさい。あのー、なんか、とかっていうふうに聞く人がいるわけですね。あのー、なんかこう、ここのこういうところが良くないよっていうことを、こっちからしたら言ってあげてるのに、まあ、それをね、なんかうるさいみたいな感じのあの態度で聞く人っていうのがいるわけですね。こっちとしては、わざわざ時間を割いて、あのー、わざわざね、そこを直せば良くなるよっていうことを伝えてるのにもかかわらずですね、まあ、それを、お まあそういう形でね行ってくる人ってのはこれはねあの本当にねまあ,あの何て言うかなあの本当に筋違いな行動でですねやめていただけたらなということを見ましてわざわざこっちとしてはあのわざわざねここをこういうふうにしましょうっていうことでねまあそれ ね、あのー、それを直さない、直さないと良くならないわけですからね。だから、もし、も,もしね、あの、メンターの方から、もし言われたとしたら、ありがとうございますと、あの、本当に、あの、教えていただいて、アドバイスいただいて、ありがとうございますっていう態度でね、聞いていただかないと、もう、そんな、その人に対しても、あの、指摘とかね、あの、してもらえなくなりますからね、もう、アドバイスとかもしてくれなくなる。ね、あの、うるせえよみたいな、あの、そこ、いや、こういうところが良くない。例えばですよ、例えばこういう人がいたんですけど、あの、 あんまりこう挨拶とかしなかったり感謝とかね礼儀とかをしない人がいたわけですね。あのー、悪いと 悪いことをした時その自分がねあの迷惑をかけたりとかした時にはちゃんと謝ったりしないといけないよっていうことあのビジネスは人と人との付き合いあい、のー、関係で成り立ってるからね、えー、だからまあちゃんとね、あのー、挨拶をしたりとかあの感謝とか行儀礼儀、えー、よく誠実謙虚感謝行儀礼儀とか言うんですけど、まあ、それが、ね、ないから、あのー、なんつうこ,こっちも、ね、サポートされなくて、まあ、要するに。 えーと成功者からねあの見放されてしまったらねあのせ、まあ、要するにこう誰かの助けを受け,る受けることによってビジネスというの成り立つわけじゃないですか、まあ、お客様だったりとか、えー、とメンターの方からも応援してくれたりとかねあの上からも、まあ、下からもねあのお客様からもこ,うあのこの人にいてくれてありがたいと、まあ、それっていうのはあの感謝できる人だからとかね、まあ、そのちゃんとごめんねって言える人だからとかね、まあ、そういうもう本当に当たり前のことができてないよってことを言った時にうるせえよみたいな感じのことを言われたこと があるわけですね、えー、じゃあまあそのその人はもうちょっと見放すしかないっていうかねまあそういう感じになってしまうじゃないですか。えー、ということでまあそれができないんであればなんかねまあその人が寄ってこないからおねお金はね こう人から受け取るもの、まあ人,人,から人が集まってくる人になってるからこれお金もねあの誰か買ってくれる人がいるからお金がは寄ってくるっていうことになるのに、まあ、それをあのそういうね「あ,のありがとう」とかも言えなかったり「ごめんね」とかも言えないとね、まあ、それがこう、えー、っと人が離れていっちゃうでしょうっていうことを言っても、ね、うるさいよっていう感じでねあの言われたことがあるわけです、まあっていうのは、まあ、本当にね、まあ、僕もその人と今もビジネスをやらないことになってしまう。 まあ、その人としてはまあうまくいってない。 っていう現実になっっててしまってますのでなので、えー、素直であること素直であることとかまあそういう、えー、当たり前のことですよねあのー、本当に、えー、何ですかの誠実謙虚感謝行儀礼儀とかっていう感じであとは、まあ、謝ることとかね、あのー、まあそれも謙虚っていうことですかねと、えー、いうことも大切だよっていうことを伝えた時にはあ伝えた時にですねあのー、本当に、うん、そのれはそれはもうできないですみたいな感じのことを言われてでその人はなんか自分ではできてる人とかっていうふうに 思ってたらしいいんでででですすけど全く何もできない人でですね、えー、結局何もできてないという感じになるのでまあ能力まあ能力も別にそんなにあるわけでもないのにまあそういう感じのことをしてたらねあのー、まあ結局あまりいい結果にならないっていう人がいてですね えーとそういう感じになってしまいますので、あのなので、まあ、ちょっとそういうところですね、あの素直にあの足りないところをもし指摘された時にはですね、えー、しっかりこうちゃんとねあの、ありがとうございますという態度で聞いていただけたらなということを思います。はい えー、まあそんな感じですかね。あのー、まああとはですね、まあ、ビジネスは持久戦なんですね。あのー、本当にこれも伝えたいなということをあの言いたいわけですけどもえっ、ー、とねあのー、本当になんていうのビジネスっていうのは年単位で考えるわけですね。まあ、あと本当に 今すぐね、結果出なくても、それは当然のことなんですね。例えば、えー、なんだろうな、普通にこうコーヒーとかねあのなんだ、オレンジジュースを買ったら、普通にその商品が届くじゃないですか。コーヒー買ってね、えー、飲,む飲んだらすぐ飲めるっていうのは、これも普通のことじゃないですか。オレンジジュースを買って飲んだら飲むことができるとかね、えー、美味しいご飯買って食べたらすぐ食べることができる。あすごい成功。でも、ビジネスの世界ではですね、持久戦なんですね。まあ、すぐ、例えば1年とかやってもね、結果が出ないなんていう ことは結構ザラでですねあなたがやっても、えー、と違う人がやったとしてもですね、普通なんですよ。ね、あのなんか歩いたらこう進めるっていうのはこれも普通なことじゃないですか。とかあの鍋で、ね、あの火を当ててこう沸騰させたらこう普通お湯、ね、ができるっていうのは普通のことと同じようにですね。えビジネスでもあの1年やっても結果が出ないとか例えばですよあの、っていうことも普通なんですよ。えー、であの、じゃあ結果が出る人と出る出ない人の違いっていうことでですね、まあ、どれだけ その粘っっててでできるるかということになってくるわけですねまあ、最初の1年2年とか勉強期間だとしたらですね、えー、と本当に学校に行ってる間とほとんど同じだと思ってましてあのー、と思っていただけたらと思ってましてですね例えばあのー、なんだろうな例えば歯医者さんになる学校にまあねあねのまず学校に行くところからじゃないですか普通にどんな仕事に就く場合もですねえっ、ー、とアルバイトの場合だったら研修機関ってのがあってまあアルバイトの場合だったら研修期間からお金ももらえたりするんでまあねあのー っていう感じなんですけど、まあ本当だったらね,ねあの、研修期間っていうのは教えてもらってるだけの時間ですので、まあ本当はお金をもらってはいけない。ね、本当に、本当はねお客様のためになってからまあ、お金をもらわないといけないということじゃないですか。えだからですね、あの本当にあの学校、まあその学んでる間っていうのはお金にならなくて当然ですので、えっ、ー、とそういう間は絶対お金にならないですし、まあ えーっとねまあ、そういう感じで、あのなんていうかな、まあ、グラフ的に言うとこういう感じのグラフですよね。二次曲線っていう感じで、あの本当にずっとね、000000 000みたいな感じで、とあるところからあの自分が一人前になってきてですね、えー、自分がプロになってきて、自分もあの人に教えられるレベルになってきてね、で、そこからこう結果が出てくるっていう感じになるわけですね。あのビジネスで言うと、まあ、僕の話をこれ聞いてる側であるとですね、ま,あ、まだこうおと教えてもらう側の立場 だだかららでですすねねま,あ、まだお金にならないわけですよ、ね、ただこれがね自分がこう発信する側自分が先生となって教え何かね教えていく側になっていくことができるようになったらですねそれを誰かの価値に提供、まあ、価値提供をすることができてきてですね、えー、ひろきさんありがとうっていうのもそのありがとうのあのー、ね形がこうお金となって帰ってくるっていうことになりますので、まあ、そこまではやっぱりお金にならないわけですね、まあ、最初は学んでいく、ねあのー、どんな世界でもそうじゃないですかあの美容師さんを目指すとき とか弁護士を目指す時とかお医者さんを目指す時とかね。えっ、ー、と何ですか？ といろんな世界を目指す時薬剤師さんを目指す時とかねえと建築業界を目指す時とかまずあのね専門学校行ったりとか大学行ったりとかねえ短大に行ったりとかまあ高校入ったりとかねまあ受験勉強で受験の勉強したりとか何ですかねまあその医大とか出るんだったら6年生の大学を出たりとかねえその6年生の大学に入る前にその浪人時代とかがあってそのお医者さんに入るためのその医大に入るための勉強してる時期 時間があったりとかっていう時間とかってまあこれ知識に投資するっていう感じですよねまあ えなのでネットビジネスでも同じですね。まあ、て知識に投資してる間っていうのはまあその勉強したり本読んでたりとかね、まあ、こういう動画見てたりセミナーに行ったりコンサル受けたりとか、えー、情報教材を買ったりとかね、まあ、そういう感じの,あのメルマガをねあとは読んだりとか、えー、してたりとかねあとはまあそのしゃべる練習をしたりとかっていう感じでね、えー、うまく話すことができ,るできない時はずっとで練習をして、まあ、それが実習みたいな感じですよね。 えーと言うなら、こうね、あの、カットモデルの人とかね、えーっと、いるじゃないですか、カットモデルとか、まあ、その、なんだろうな、うんと、例えば、ね、病院だとしたら、なんか、点滴のね、あの実習、実習をするとかって、看護師さんになる人は、実習生となってね、まずは、なんか、その病院に実習に行くとかっていう感じで、注射を打つ練習と、まあ、練習を兼ねて、まあ、その先輩に教えてもらう期間があったりとかっていう感じでするっていうことでですね。えだからですねまあほとんど ほとんど、まあ、そういう時はお金にならないですのでだからまあ本当にね、まあ、本当になんていうの1年2年くらいは勉強するみたいな期間があっても いいと思うんです、ね、まあ喋るって言っても最初からね、まあ、僕もこんなに喋れたわけでもないですしうまく喋ることもできてなかったわけですから、えー、とそういう間はですね、まあ、ずっとこう下積みですよね誰かにお客さんに何か提供することができてない間は、まあ、下積み期間としてですねまあこう二次曲線のこういう、まあ、グラフのですね、まあ、まずここら辺ですね知識を蓄える期間とか経験を蓄える期間があって、まあ、失敗とかをねあの経ていって、まあね、失敗をこうを積み重ね 重ねていったりとかもしてですね、まあ、でだんだんに一人前になるっていう感じですね。まあ普通のことなんですね。だから。 えなので、やめないことですね。あのー、本当に最後までやり続けることとか、諦めないこと、ねあのー、とか、努力し続けることとか、まあ、素直であることとかっていうのが勝ちパターンに、あのー、ビジネスで成功するための法則としては、結局のところ、そういう感じになってくるかなということを思いまして。えっ、ー、と、そんな感じですかね。あとは、それを、あのー、うまく、と、なんていうの、まあ、えー、と、諦めづらいようにするために、あのメンターをつけたりとか、仲間がいたりとかしたらですね、えー、ずっとやり続ける ことができるっていう感じになりますので、まあそういうそういうところまであなたもあの持って行ってもらえたらなということを思います。はい、えー、今日の話はですね、えー、以上にさせていただけたらなということを思いまして、えっ、ー、と僕はですね、あの完全在宅、あの完全自動でですね、えっ、ー、とそうですいません、まあスマホ一台だけでタップするだけとかで、ね、もう本当にタップしなくても完全自動でですね、月に四十万円から月に二百万円くらいまでだったりですね、稼げる方法ってものをあの教えさせていただいてますので、とかねあのタップするだけ だけですそのくらい40万から月,月,ですよ月40万から月200万円くらいを継続的に稼げる方法ってものを教えさせていただいてますので、えー、そういう方法に興味ある人とかですねビジネスで興味ある人とか僕にぜひ連絡いただけたら嬉しいなということを思います。 はい、えーと、あとは、まあそうですね、僕と普通に気軽にね、あのー、友達になっていただける方とか、あのー、情報交換、意見交換とかしていただける方は、ですね、僕と、あのー、に連絡いただけたら嬉しいなということを思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。えー、最後までここまで動画を見ていただいた方、本当にありがとうございました。えー、また動画撮るときはです、ね、あの楽しみに見に来ていただけたら嬉しいなということを思います。では、ありがとうございます。またよろしくお願いします。